こんばんばはサブリブリラジオです今日はですね2019年に京都で起こった ALS 患者嘱託殺人事件という事件についてお話しします。この事件はですね今あの京都地裁、まあ、京都の裁判所で裁判が行われている事件でして、まあ、実は昨日ですね2024年の1月の 12日にに僕裁判を見に行ってきましたで、まあ、この事件、まあ、ざっとどんな事件かというと2019年の11月に京都に住んでいた女性これ51歳の女性なんですけど、まあ、この人がですね、まあ、難病、まあ、難しい、まあ、回復がかなり難しい病気 これを ALS という病気なんですけれども、えー、筋萎縮性側索硬化症という病気で、まあ、最初はですねちょっとその歩いてたら何かつまずくなとか、まあ、そういうようなんか疲れやすいなとか、まあ、そんなところからだんだんと筋肉が弱くなってきて歩けなくなってくるで体を動かすのが難しくなってくる。 でそのうち僕らはまあ呼吸とかもしてるんですが、まあ、例えばそのものが、まあ、口動かすのも筋肉がいるのでものが食べれなくなるで呼吸もできなくなるで、まあ、亡くなってしまうという、まあ、そういう難病なんですが、まあ、この ALS という難病にかかっていた51歳の女性が、まあ、食卓殺人。 私を殺してくださいとお願いをして2人のお医者さんがこの女性を食卓、まあ、殺人、まあ、殺害したという、まあ、事件なんです。で、まあ、実はこの事件ですね2つの事件が絡んでいまして、まあ、この51歳の女性の食卓殺人と まあもう一つは、えー、さらに遡ること8年2011年の3月に、まあ、この2人のお医者さんの一人の方、えー、これは大久保義和というお医者さんと山本直樹という2人の医師が行った犯行なんですがこの山本被告のお父さん当時77歳の男性が まあこの2人を中心とした3人によって殺されたというまあなので一つは51歳の難病を抱えていた女性の食卓殺人と更にもう一個は77歳のお父さんを殺したまあこの2つの事件の裁判がちょうど去年2023年の1月からですね ずっと行われてるんですでこれ2つの事件に絡んでいたまあ犯人と言われる人たちは合計で3人います。で一般的に報道されている雰囲気でいうと主犯格、まあ、この犯行を主導していた、まあ、そのメインになって進めていたのは現在 四十五歳の大久保義一という医師でまあそれにまあ従うような立場これ本番のとかは分かんないですよ今なんとなくそういう報道がされているっていうだけなんで、えー、従うような立場として動いていたのが四十六歳の山本直樹元医師ですでさらにこの山本被告のまあお父さんが殺されたんですがお母さん もまあ、殺害まあ、殺人の罪でまあ、裁判が行われていますで実はですねこれ多くの裁判はもう結果が出てるんです例えばあのお母さんこの人も殺人の計画を手伝ったとまあ、いうふうに言われてるんですが懲役十一年の判決が一審二審まあ、京都地裁と大阪高裁で ま、その判決がもう出てます。懲役11年です。で上告してるかちょっとわかんないですけど、まあこの方向性で多分決まってくると思います。まあ、要はその懲役11年がもう確定。してると言ったらダメなのかな？多分してんじゃないかなと思います。で山本直樹被告まあ、2人いる。うちの1人のお医者さん。 はですね、お父さんの殺人に関しては懲役13年ってなってます。でさらにこの51歳の、えー、ALS 患者の嘱託殺人に関しては懲役2年6ヶ月という判決が出てます。でこれに関してはまあ,あの両方控訴してますんでまあまだあの裁判中という感じです。 で僕が見に行った今まさに京都地裁で行われている裁判というのは、まあ、報道なんかでは主導的立場主犯格なんじゃないかと言われている大久保義和現在45歳だっったかなのまあ裁判がやってますでこの裁判ですねいくつかのちょっとその,あのポイントがあるのであと8回ぐらいやります。 えー、最短で来週の水曜日来週水木やってですねで2月の1日ぐらいまで、まあ、バーッと裁判があって3月の5日に、まあ、判決が出ると、まあ、いうことですでこの裁判の、まあ、ポイントは、まあ、実は2つあるんですねあの量、ーまあ、刑が重い部分要はですね、まあ、罪が重いとされる部分は このお父さんの殺害です。これはまあなですかね。まあ、やり口がですね。なんか特殊なんですね。まあ、そのまあ、それは後ほど説明するとしてまあ、殺人事件なんですが、まあ、やり口がまあ特殊なんです。ただまあ、殺人事件なんで、えー、これはもうその山本元医師には懲役13年でお母さんには懲役11年の判決が出てますんで。 おそらくこの大久保義和にはですね、まあ、主導的立場、まあ、主犯であるというのは認められたら、まあ、20年以上、まあ、下手したらその無期とかですね、まあ、そういう判決が出てもおかしくないと思います。でまあそのお父さんの殺害事件ですね、まあ、これが一つ注目です。 でこれに関してはですね、実はその山本はその、まあ、無罪を主張してるんですが山本ちゃんは大久保は無罪を主張してるんです、まあ、全員無罪主張してるんですけどねあの、まあ、全員僕は直接はやってないみたいなことを言ってるんですけどあの、まあ、どううなるかっていうといころですで。もう一個はですねこの51歳の ALS 筋萎縮性側索硬化症という、まあ、難しい病気にかかっていた人に対しての 嘱託、まあ、殺人については、まあ、この難病患者が、まあ、自らの、えー、意思、まあ、自らの気持ちでですね、まあ、治療方針を決めることができるのかどうかということは、まあ、議論されていますただこの議論するのはいかんと言っている人たちもいるんですよね まあそんなこともまあちょっといくつかその説明をお話を後ほどできればなと思っています。あの今日はこれも一本であのお話をやりきろうとは思ってるんですが、まあ、正直ちょっと長くなりそうなんであの分かりやすいところからさあの順番にお話ししていきたいなと思っています。でまあもちろんあの 傍聴にも行きましたんで、そのまあ傍聴に行ってですね、そこでその見たり聞いたりしたこともまあお話はしたいなと思っています。えー、っとまずはですね、まあ登場人物についてお話をしていきましょうかね。えー、まずこの大久保義和という現在四十五歳かなのお医者さん、これどんな人だったのかというところなんですが。 まあ一言で言うと,、えーっとね、マッドサイエンティストみたいな感じで言われてます、まあ、サイコパスな差別主義者みたいなことで言われてるんですが、まあ、その一方ではですねその自分が信じた正義をまあ貫こうとしている人というふうにもまあ見られている側面もあります。で まあ実際に犯罪を犯しているということがおそらくこれ裁判で認定されていくのでまあまあそのまあ要は犯罪者っていうことになっちゃうんですがまあどういう人かっていうのをちょっと見ていきますとえ今現在45なんでまあほんまにドンピシャでまあ僕らの世代になっちゃうんですがもともと出身は北海道だったのかな。で東北の方青森の方の医大。 これが弘前大学の医学部を卒業してお医者さんになると同時に厚生労働省にまあ役人として入りますこれをですね医形技官というふうに言うんですよねお医者さんの、e「いい」に系列の K「けに技術の、e「ぎに「官ですね。技官 あのお医者さんの医師免許を持っていながら厚生労働省の職員になるというこれを池江議官と言いますあのコロナの時にですねあの女性で木村森夫さんという人がようテレビに出てはって「あのコロナいつまでも二類にしてたらいろいろ大変やからもう5類にした方がええで」ということを言ったりですね あの医師会はですね、まあ、コロナの補助金がすごいいっぱい入ってくるからあの医師会は、うん、それを5類にすんのを反対してるんだみたいな結構ですねあの、まあ、はっきりとした主張をされる方やったんですけどあの人も元厚労省の医系技官つまり厚労省の職員と同時に、まあ、お医者さんでもあったっていう人なんですね。まあ、何が言いたいたかというとう まあすごいなぁというすごい人だなぁというところですねお医者さんになるしそのまあ厚労省でも働くみたいなまあ、そういう人でしたでその後ですね東北大学の医学部のまあ、助教授みたいなのもしてますここはあの法医学ですねまあ警察とまあその 医学を結びつける、まあ、簡単に言ったらその検視解剖をしたりですねその首を絞められて殺害された時に、まあ、そのあの遺体によってですね、まあ、それをどういうふうに裁いていくのかみたいな、まあ、そういう法医学の先生とかもやっていました。で、まあ、それと同時にですねこの大久保義和というのはその現在の高齢者医療が間違ってると。 まあ、いうようなこともかなり主張していました。で、もう一つはそのこの難病の治療方針。まあ、例えばもう患者さんがですね。もう自分は？まあ、このなんだろう。まあ、この als っていうのはまあさっきもちょっと言いましたが、体の筋肉がだんだん動かなくなっていく。これは筋肉自体に問題があるんじゃなくて。 頭の中の,この神経細胞みたいなものが、まあ、だんだんおかしくなってくるなので最初はなんかこう足が動かしにくいとか,なんか手がムズムズするみたいな症状なんですが、まあ、次第に体中が動かなくなってくる筋肉が悪いわけじゃなくて「神経の,その伝達がおかしくなる。足動かせ」という脳の命令がちゃんと足に伝わらんようになっていく。 まあ2年から5年ぐらいかけてですねまあだんだんまあ状況が悪くなってまあご飯を食べれない飲み込むことができない呼吸ができないというような状態になってくる。でその一方ですねその体の感覚まあ例えば触られた時の感覚とか聞こえる感覚とか目が見える感覚とかで例えばその頭で考える能力とかは変わらない。 まあそういうい病気なんですよねなのでその感覚はそのままでそのどんどん動けなくなってきて呼吸もできなくなってくるでその多くの人はですね人工呼吸器をどっかのタイミングでつけないといけなくなるさらにご飯食べれないからお腹に穴を開けて胃の中に直接まあその食べ物を送る色というものを作らないといけないくなるんですね。でこうなると まあ自分の意思ではですねほとんどまぶただけが動かせるとか、まあ、そういう状況になってくるのでその人の話とか感覚とか頭で考えたりすることはできるんですけどそのずっとそのあの介護が必要になってきますで日本に1万人ぐらい患者さんがいるんですけどまあその何でしょうか、まあ、苦しいなと思う人もまあ いるわけです、まあ、もちろんですね苦しさの中でも、えー、自分の寿命が尽きるまでその病気と闘いながら、まあ、その生きていこうと、まあ、いう人もたくさんいるんですけどまど、あ、一方ではその元気な時には自分ができたことができなくなってきてで人になんか全てやってもらわないとその生きれないというその状態がまあその辛い苦しいと思われる方もいるんです。 NHK でですね昔ドキュメンタリーがあってですねでこの ALS の難病になった女性がですね、まあ、スイスの方に行って、まあ、その安楽死を遂げるという,、まあいうまあ、そういうドキュメンタリーがありました。でスイスの方ではですねいくつかの条件、まあ、治る見込みがないとかその耐え難い苦しみがあるとかその苦しみから解き放たれる方法がないとか。 あとはその患者本人がもうこの状況から逃れたいといくつかのその項目をクリアすれば、まあ、100万から200万ぐらいのですねあのお金を払えば安楽死できるというようなことがあります。でまあこういうことも日本でも認めていった方がいいんじゃないかということはこの大久保義和は言ってました。 ででねねももっっとときついことも言ってたんですよ、ね、あのそれがですね「扱いに困った高齢者を枯らす技術」という本を、まあ、出版してましてですねこれ今あのアマゾンでは販売中止になってるんですけど、えー「認知症で家族を長年泣かせてきた老人ギャンブルや借金を重ねて妻や子供を不幸に襲と 落ちえ落とし入れた老人そんな今すぐ死んでほしいと言われる老人を証拠を残さず共犯者もいらずスコップや大がかりな設備をなしに消せる方法がある医療に紛れて人を死なせることだ、えー、病室に普通にあるものを使えば急変とか病気の自然経過に見せかけて患者を死なせることができてしまう。 違和感のない病死を演出できれば警察の出る幕はなし、えー。臨場した検視官ですら犯罪かどうか見抜けないこともある。ダビに付されれば完全犯罪だ。うん、っていう本、ね、あの出してました。ま250円で売っていました。怖いと思うんですが、 まあこれを実はそのもう一人のま元医師の山本直樹被告と一緒に出したりしていました。まあ、なんだろう極端な考えを持っていた人ではあであるということは間違いないですね。でまあこの人がいました。でこの人は実はあの国会議員の人と一時結婚していて子供も設けたみたいのもあるんですが、まあ、こういう人これがまあ主犯格と言われている人。 です。で、もう一人は、えー、山本直樹です。で、この人はですね。もともと奈良に住んでいました。で、殺害されたお父さんとお父さん、殺害のまあ、犯人の一人である。お母さんでこの山本被告でお兄さんがいらっしゃって。あとおばさんもいてですね。5人ぐらいで奈良で暮らしていました。で、お母さんが結構その教育ママで。山本被告は灘中。灘港。 でお医者さんになるはずだったんですけどまあ実はその学校をですね、まあ、退学していますこれはまあ学費を支払われなくなったから、まあ、学費未納で退学になっています。で日本の国家試験医師の国家試験っていうのは実は条件があってそれがまあその大学の医学部を卒業した人だけが受けれるという。 ことになってるんですよね。で、実はこの2人はですね、えー、山本と大久保は年齢で言ったら山本の方が1個上なんですけど。えー、大久保がその厚生労働省にいたんですね。で、この時にその医師の国家試験のこととか、大久保はすごく詳しかったんです。で、その抜け道を山本に教えて。 え山本は東京医科歯科大学をまあ途中で辞めさせられてるのに医師の国家試験を受けるまあ裏技というかまあこれもあの不正なんですけどえそういう方法を伝授してまあ見事というかまあその裏技というかセコテクというかですねまあ不正でえ医師になってます。 まあ、医師の国家試験自体は受かってるんですけど、えー、なのでまあ知識とかはあったんですがその医学部を卒業したという経歴を、まあ、あの韓国の方の大学を出たっていう、まあ、偽の卒業証書とかを作ってですねで、まあ、それで、まあ、医師の国家試験を受けてお医者さんになっていたでこの頃からまあ2人のですね、まあ、こういう関係性っていうのができていたこれがですねいつぐらいだったかな えー、多分2000、うん、2008年9年とか、まあ、それぐらいのタイミングだと思います。で、まあ、その後ですね、まあ、この、えー、山本直樹のお父さん、まあ、この方はもともとリソな銀行では働いていたんですが、まあ、後に殺害される方ですね。でこの方リソな銀行で働いていた人なんですけれども、えーっとまあ、精神疾患をっ これはまあ山本もですね、まあ、その犯人の一人であるうその母親もですね、えー、言ってるんですがふ、まあ、普段はええ人なんですが双極、まあ、性障害という精神疾患でまあその「躁うつ病」と言われるやつですよねテンションむっちゃ高い時もあればむっちゃ低い時もあると。でまあこれで家族に迷惑をかけてたと。 で例えばそのそう状態の時はその無線飲食をしたりですね、まあ、食い逃げみたいなのをしちゃったりとか、まあ、タクシーにまあ無線乗車をしたりとかでまあ、家でも暴れたりとかそういうことをしてですね、まあ、家族に迷惑をかけてたと。でまあ、入退院を繰り返していたと。で まあ一時期まあこの山本被告が東京医科歯科大学に行った時に家族で東京に行くんですがまあその後お父さんとお母さんは軽井沢に住みますでお父さんの体調がおかしくなってまあその精神障害が重くなってお父さんとお父さんのみですねまあ奈良の病院に入院したりとかまあそんなことをしていましたでお父さんはその後長野県の方の病院にまあ入院するんですがまあ このお父さんのことが、まあ、しんどいということをあるとき山本直樹は大久保義一に相談します。まあ、するとですね、まあ、すでに二人はですね、まあ、君あの大学辞めちゃったんやったらこんな裏技使って医師になれるぞ、やってみえへんかあ、やってみました、あできました。 大久保さんんありがととううございますと言う仲やった「ですねでもこのことは2人だけの秘密だぞ」みたいなそんな仲だったんですがそんな仲の時に実は父親が認知症で困ってると認知症って嘘をつくんですが困ってるというとじゃあうちの病院に転院させれば僕が処理してあげるよと。 まあいうようなことを大久保は山本にま言ったそうですで、実はですねこの大久保というのはまあ、高齢者医療に対してはかなり反対していましたで、高齢者医療のどういうところが今まあ問題というふうにされているかというとまあ、例えばその不必要な延命措置が病院内で行われることによってですねまあ、ほとんど まあ老人にとってもですねつ、まあ、辛い終末があるんじゃないかと、まあ、ほとんど意識のない人に対してですね、まあ胃,まあ、胃に直接穴を開けて栄養を送り込む処置みたいなことをすることで、まあ、その寿命が5年とか何だったら10年とか伸びたりするんですがじゃあそれって患者さんの幸せになってるのとで一方では、まあ、日本でいろいろ問題にされているその医療費 ががどんどんんん増えてていいくとと、まあ、そういうことにもつながってんじゃないのじゃあ誰が得してんのそれお医者さんだよねとで何だったら例えばその家族もまあ高齢者が生き続けていることによって入ってくる年金の一部が家族に入ってくるとすれば、まあ、その家族ももしかしたらメリットを受けている部分もあるかもしれないねと。 まあいうようよな指摘がありま困難で,こんなんでまあ高齢者医療っていうのを例えばですね日本維新の会とかの一部は、まあ、あの見直さないといけないんじゃないのとあのヨーロッパとかみたいに回復の見込みのない人に対する延命治療っていうのはもうやめようよとまあいうようなことを言ってますでこの大久保もですねまあもっと極端なんですけどまあそういう高齢者医療に対してはまあ疑問を持っていた一人であると ただもっと極端ですよ「まあ、殺してまえ」みたいなことを言ってたわけなんでね。で、まあ、そんな考えが結びついてですね「もうほなお父さんのこと俺に任せとけよ」というような相談をするようになります。で実は、まあ、この犯罪がどのようにして発覚したのかというと、えー、これがまあ犯罪事件の流れなんですけどもともとですね2019年に 京都のこの難病の患者の女性がまあ殺害されました食卓殺人で殺害されましたでこの捜査をする過程で、まあ、たくさんのメールこれ150通ぐらいのメールを、まあ、大久保と山本のパソコンとか携帯から出てきたでこれを調べてたらあれこいつら2011年に父親殺してんじゃないとまあいうことになって まあ先にこの51歳の女性に対する嘱託殺人を調べてたら、まあ、殺人事件もやってるよねということにまあなっていったわけなんですね。で、まあ、裁判を今回ですねあの傍聴をしました。で、まあ、この裁判の傍聴についてはですね、まあ、あんまり注目度がなくなってんのかなというのを感じました。というのも。 えと共和ニ事件とかだとですね、まあ、50席ぐらいのところに150人とか何だったら200人ぐらいの,、まあ、その傍聴希望者が来るんですがこの事件は50席ぐらいある傍聴権が、まあ、実はその抽選が行われなかったつまりその傍聴希望者が50人も集まらんかったということで、まあ、ちょっとその注目度は下がっているのかなというふうに感じました。 でさっきも言いましたが今行われているのは、まあ、その主犯格事件を主導したんじゃないかと言われているこの大久保に対してです。で僕が見に行ったのはえー、っとね12日の金曜日なんですけど、えー、午前中はですねこの山本直樹という,うもう一人の医師が証人として、まあ、証言していました。でまあ山本側からですねこの事件を まあ振り返るというそんな,裁判そんな、えー、証人尋問が行われてましたで午後からはですね、えー、その山盛ととに対してですね、まあ、反対尋問え「あんたこういうこと言ったけどほんまなん?」みたいな、まあ、そんなんが行われていましたでえっ、ー、とまずこの父親殺害についての、まあ、事件の流れで言うとですね えーとまあ山本側から言うのはですねこれ全部大久保が考えたことやと。で自分と母親は、まあ、仕方なく、まあ、その計画には同意したけど、えー、ギリギリでやめようと思ったんやと。でギリギリでやめようと思ったんやけど大久保が勝手にやったんやという主張をずっとしてます。 でまあそういう主張をしてるんですが懲役13年の、まあ、判決が出てるっていうことですね。まあ、つまり何が言いたいかというとこの山本は全部大久保のせいにしようと、まあ、いうふうに考えてます。で、まあ、この山本がえっ、ー、と逮捕される直前どんなことをしてたかっていうこともあるんですけど。 この人はまあその不正な方法で医者になるわけですよね。で、そこからですね。まあ、その ed 専門クリニックみたいなまあ、そのあのあれですよね。あの男性が勃起せえへんようなったやつの治療してくれるやつですよね。僕もあの ed 外来にま行ったことはあるんですけれど、あのまあ、ね。ま何、あ、で。 言ったんか自分でもちょっと分かんないですけど、まあ、その自信がなかったんでしょうねその行為の途中でですね「ほにょ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 」にゃにゃってなるのがですね、まあ、その相手に対して失礼いやいやいや、まあ、そんなことないか、まあ、恥ずかしいからですねそんなんなったらでそんなんなったらあかんとか思うと余計「にねふねゃってなっちゃうからまあそのこれはもう ED 専門クリニックに行くしかないと思ってですね、まあ、行ってですね一時期そういう薬を飲んでたことがあります。 でこれも、ね、いろんな種類があるんですけどあれ何あったかなシアリスやったかなでこれ飲むとですねまあそのそういう行為をしてる時はまあいいわけですけどまあそのねそのすごい力を授かるわけなんですがその行為がもう終わってですね、まあ、家普通に帰ったりしてる時にもですねなんか「え俺は?」 中2なのかっていうぐらいですね。急になんかこうムクムクムクってなってきていや,いやいや。今じゃない。今じゃないえ、今じゃないとかやんのこれ、何年ぶりやみたいなまあ、それぐらい、なんかこう効き目が強い薬とかを飲んだこともあります。あれ、何の話やあ？山本はそういうクリニックをやっていました。 それ以外にもですねその癌のまだ承認されていないなんか要素を使った薬みたいなのを作ってですねそのまあ儲けていたでさらに海外のファンドからですねあの億円クラスのですね1億円以上のですねお金を集めたりとかまあなんかこうビジネスマンみたいなことやってたんですよねこれが山本っていう人ですで大久保の方はですねまあ実はその アスペルガーという、まあ、自閉症の一種の,、まあそのまあ、病気といいますか、まあ、そういう人だったんですねで要はこだわりが強くてですね、まあ、自分がこう,こうだと思っから何というかその、えーとまあ、例えばその国家試験医師の国家試験を受ける裏技というのを自分が見つ,見つけたらそれを試さずにはいられないとかその。 安楽死の方法を見つけたらそれれを試さずにはいれないとかまあそういう性格だったんじゃないかみたいなことは言われています。で、まあ、このお父さんの事件に関してはその山本側から言うにはで山本もしくはお母さんが言うには、まあ、大久保が全部企画したと。で、えー、お父さんがずっと入院している病院を退院させて。 で、東京の方に連れてきてですね。で、東京の、まあレオパレスのアパートをもう事前に借りておいて、で、そこでまあ殺害をすると、まあいう計画を、まあ一緒に考えていった。で、これはメインになるのは大久保が考えていた。で、その時の知識はですね、まあ、その東北大学の法医学の中で、法医学部の中で、これ警察とかに授業で教えたりするんですよね。で。 実はその死亡診断書というのはお医者さんが書くんですけれど、まあ、家族が死亡届というのを書いてお医者さんが死亡診断書を書くでこの2つが揃えば役所はその火災許可証を出してくれる、まあ、埋葬許可証を出してくれるんですよね。でこれが揃えばまあ誰も何も怪しまない。なのでまあ誰かを殺害してですね お医者さんが偽物の死亡診断書で家族が偽物の死亡届を揃えれば役所持っていけば役所は自動的に「はいじゃあ仮装してくださいね」となる。ならその例えばですね首を絞めて殺したとしたり何かこう薬を飲まして殺したりしたとしても証拠が何にも残らなくなるんですね。もうだって 遺体は焼かれて、肺になってしまう、骨だけになってしまうから。で、この方法を。大久保は発見したんです。まあ、厚生労働省で働いたときに、えー。死亡診断書というのは、統計にしか使われていない。まあ、その人が癌で死んだとか、えー、心臓病で死んだとか、まあ、自殺をしたとか、まあ、そういう統計にしか使われない。で、一方、警察は。 これはまあ東北の大学の方で、えー、その法医学をあの警察に教えてる時とかにあなるほど警察は死亡診断書が怪しいかどうかなんて調べないんだということが分かった。まあ、つまりその死亡診断書を作ってで死亡届を家族に作らせて、えー、これさえ揃っていれば人を殺したとしても 完全犯罪になりますよと、まあ、いうことをまあ考えたんですねでこれを山本被告の父親で試したとでまあお母さんもですね、まあ、実はその父親に対してはその、まあ、夫に対してはですね強い恨みを持っていましたで山本被告息子の方もですね父親に対しては強い恨みを持っていたもうなんかねあの あの気違いをはよころさんとあかんなとか、なんか結構汚い言葉でお父さんのことを罵っているメールなんかが、まあ出てきました。で、まあ、お父さんに関してはですね、証拠はもう何も残ってないんですよね。もう遺体も焼かれて、その、なぜかその骨はですね、あの遠い遠い外国の方に埋められていってるんですよね。あれ、どこやったかな。ソマリランドやったかな。ちゃうな。なんか、ちょっと待ってくださいね。 あ、そうだそうだ。アフリカのですね、スワジランドっていうところに持って行って埋められてるんですけど、まあ要はその骨になってもあの人を日本に置いておいて欲しくないっていうのがお母さんの希望だったんです。これを息子の山本直樹帰国が叶えたわけなんですが、まあ、それだけ母親と息子は夫父親に対して強いま恨みを持っていた。でそれをまあその。 人を合法的に殺す方法をまあ考えた、えー、まあアスペルガーという特徴を持った、えー、大久保義和のまあそのなんだろうテクニックというかがまあ結びついてしまったっていう事件なんだなというのは分かりました。で、えー、結果ですねそのこの裁判の注目点としてはあの大久保はですね実はその。 検察察とか警察にはつまりその裁判ではですね、まあ、無罪を主張していますでその殺人に対しては自分はやっていないと、まあ、いうことを言っていますで自殺法上助に関してはその、まあ、あくまでそれはその、えー、患者さん51歳の女性の、まあ、意思を尊重しただけだとで、まあ、憲法にはですね、まあ、自分の意思を、まああの 実行するる権利があるとだからもしこの自殺ほ助罪を認めるのは憲法違反だと、まあ、いうようなことを大久保は裁判の中では主張しています。で裁判をね傍聴してあの分かったことなんですけど、えー、この裁判にはですね実際この ALS という 縮の患者さんも傍聴に来られています。でこの方はまあ新聞とかあのマスコミに対してですね、まあ、記者会見とかも開いてですね、まあ、この裁判はその、まあ、この ALS の病気を患って生き続けようとしている人たちをまあ否定するような裁判あ事件だと。でこういう事件の時にですね、まあ、その安楽死。 とかを議論するのはあのダメだととと不適切だと、まあ、いうようよなことを言ってはります。でその人はでもね実際あのずっと傍聴してましたこれ朝の10時ぐらいからですね夕方の5時ぐらいまでですねずっと裁判が、まあ、休憩を挟むんですがあるんですけどその間ずっとですねあの、まあ、ベッドみたいなものに、まあ、寝転んだ状態で この裁判をししていました、まあ、ベッドに寝転んだ状態でどうやってば裁判を傍聴するねんということなんですがこの裁判を傍聴されていた ALS の患者の方もですねもうあの自分では呼吸できないのであの機械があのこの患者さんを呼吸させているような人工呼吸器の音がずっと聞こえてました。ホホホホみたいな音がでスタッフさんもですね、まあ、3人ぐらい、えー、とこの患者さんをサポートされていて。 で時々ですね足を動かしたりして、まあ、その血流が滞らないようにしたりとかあとはです、ね、あのその患者さんが寝ているベッドにです、ね、ペットボトルみたいなのがついててそこに液体がどんどん溜まっていくんですがこれはあの患者さんのよだれ唾ばが、まあ、そういうところに流れていくんだなというのも分かりました。であとはです、ねまあ、どうやってコミュニケーションをするのかと まあもう今呼吸もできない食事もできないというような状態なんですけど耳にイヤホンみたいなのをつけておられてですねでそこからあのマイクちっちゃいマイクみたいなんがあるんですけどそれをあの介護されるヘルパーさんとか看護師の方が「何々さんえ今裁判ではこういうことを話していますよ」っていうようなことをそのマイクにずっと語りかけてました。なので、 どういうふうに膨張しているかというと ALS の患者の方はベッドに寝ている状態で裁判所では例えば検察官がですねあの証人にですね「であの山本さんあなたはいついつメールを送っています」そのの内容ははこんなんでですすけどどメールうういう意味ですかみたいなことを言っているのを聞いてですねヘルパーさんがでそれをマイクを通じて患者さんにずっと伝えるという形で裁判を まあ、膨張されていましたいや。それもすごい印象的でしたね。で、えっと、この大久保自体は、えっとまあ、同世代なんですけど、まあ、一回り上ぐらいに見えましたあの、まあ、僕も結構白髪は出てるんですが、まあ、かなりその白髪が多いなという感じでガネをかけていてでちょっと痩せてる感じですね。なんですけどあのずっとですねあの メモを取ってです、ね、あの弁護士さんに、まあ、ちょっとそのなんかと話したりしてるような感じでした、まあ、何が言いたいかというと裁判に積極的に参加していると、まあ、いうそういうなんか姿勢で裁判望んでるんだなと、まあ、自分が裁かれる裁判なんですけど、まあ、弁護士さんともコミュニケーションしながら、まあ、この裁判で、まあ、自分が主張したいことをしっかり主張しようという姿勢が感じれました。 でもう一個思ったのが何だったかなちょっと待ってくださいねあこれねあの僕この裁判を傍聴しててなんか大きなもう失敗を仕掛けましたもうとんでもない取り返しのつかないミスを、えー、仕掛けたんですよねでそれが何かというと実はこれあの午前中には 山本直樹というまあ、2人の医師のうちの1人が証人として、まあこの事件を振り返りました。まあ、検察官が、えー、山本証人、えー、あなたの目からあのこの事件を振り返ってください。みたいなことを言っても、まあ、振り返っていくんですよね。で、この証言だけ聞いたらですね山本直樹はですね。父親に散々苦しめられてで。まあその父親によって、えー、医者への道を。まあ たれてしまってでその時に悪魔のささやきのように現れたのが大久保義一でその裏口入学みたいな形でお医者さんになってで、まあ、さらには父親の殺害もまあそそのかされてやったと。で、えー、大久保が作った計画を、まあ、直前これ殺害されたのが2011年の3月なんですけどその事件当日の日も やっぱりやめますと言ったんだけど勝手に大久保がやったんだと、まあ、いうことを言いました。さらには ALS 患者の女性に対する嘱託、えー、殺人についてもまあ大久保が知らん間にやってたと、まあ、自分は手伝ってくれと言われたと。でその医者のまあ不正な受験 のこともあるし父親殺害のこともあるから弱みを握られてたから逆らうことができなかったということを言ってました僕これ聞いてですねこれはこの山本直樹っていうのはある意味ではかわいそうな人だなと思ってこれは今すぐ緊急配信せなあかんなというふうに思ってですね、まあ、実際ちょっとその京都地裁からそのお昼休憩の時ですねまあ、12時半から一時十五分ぐらいまで休憩あったんですけどその間御所に行ってですね もうこここの裁判でではこんなこととしたよともう大久保っていうやつはまあそのマッドサイエンティストみたいなやつで実は山本っていうのはですねもう本当にかわいそうな人なんですみたいなことを録音しかけてたんですけどまあちょっとそのうまいこと録音できなかったんでまあやめとこうと思ってやめたんですね。ほんで午後から裁判を傍聴すると、まあ、なんとですね今度はその大久保義和の弁護人が まあ山本証人に対して「あんた散々さっき大久保さんのことを悪者扱いしてましたけどこの件はどうなんですかこの件はどうなんですかお父さんのせいで医者の道を断たれた言うてますけどそれ本まですか?」みたいなことをどんどん追及していくんですよね。でこの弁護士の人もですね京都弁護士会のえっとなんていったかな石川さんかなっていう方なんですけど。 えっと石川亮介さんかな？えー、ま。すごい。なんかこう敏腕でですね。なんか言葉は少ないんですけど、ピンポイントにその山本商人のなんかこう矛盾点をついていくんですよね。例えば山本が一つ午前中に言ってたのは、父親が大学に東京医科歯科大学に。まあ、その精神病があの発症してる時にまあ電話してきて。 そのことがきっかけで、まあ、その教授とトラブルになってでその教授とのトラブルがきっかけで単位を落としてこれによって自分は留年をした。で、まあ、特待生で奨学金をもらっていて授業料免除の立場だった自分は、まあ、そのトラブル留年によって授業料が免除されなくなった。で医学部の高額な授業料を払えなくなって医学部 医者への道が断たたれということを言ってたんですけど「それほんまですかあなたそれあの3年の時に留年したいっ言ってますけど2年の時も留年してますよね」みたいなまあ、山本はですね「あはい、まあ、それはしてますけど何か」みたいな、まあ、感じでもうかなりもう承認山本承認は。 もう痛いとこ疲れまくってですね。もう感情をあらわにしてですね。で、時々裁判長からまあまあ、あの山本さん、もうちょっとゆっくり喋りましょう。みたいなことを言われたりするぐらいまあ。多分痛いとこズバンズバン疲れたんだな。とまいうのを感じました。なので、その午後からはですね。山本が言っていることがかなりひっくり返されています。例えば。この事件は山本が言うには大久保が一人で計画して、僕らはそれに従わざる得なくて。 でさらに事件当日もやめようと言ったのに大久保が一人の時に、まあ、どういう方法かわからんけど父親を殺したって言ってるんですけど、まあ、これまもしかしたら山本が手を下したという可能性もあるかもしれないです。 これに関しては大久保がまだこれからですね、まあ、裁判の中でその時の状況をまあ主張していくので、まあ、これがどういうふうに主張されるのかでさらにはそれを裁判所がどういうふうに認定するのかというのが注目だなと思いましたそんなところかなちょっと待ってくださいねあれすいませんちょっと待ってください。はい あとはちょっと最後にですね、まあ、そのこの、えー、ALS の患者さんに対しての,その犯行この自殺ほ助じゃない,いや嘱託殺人についていくつかお話をしていきたいと思います。えー、これもですねあとちょっと10分ぐらいかかると思いますんで、まあ、トータル1時間ぐらいになりそうなんですが、まあ、ちょっとその細かい話になっていきますのでまあ興味ある方いるかなというのはちょっと思っているところです。 えまずこの事件がなぜ嘱託殺人であって自殺ほう助でないのかというところですね。まあ実はこれ自殺ほう助と嘱託殺人、まあ、承諾殺人とも言いますがて似てますよね。まあ、例えばですね僕がですねまあ誰かに「その寒い場さん私を殺してください」とまあ言われた時にえ僕がですねその人を包丁で「分かりましたほな行きますよ」。 ブサッと包丁で刺したらこれは食卓殺人まあ承諾殺人とも言いますがこれになりますでこれは懲役6ヶ月から懲役7年の罪ですでまあ「寒い場さん殺してください」ということを相談されて「そうですかわかりました」でもあの僕はあのやり方を教えますとえまずですねこの包丁を持ってください でそれをこう心臓のこの辺に当ててください。でそこからこうこうやってくさっと行ってください。はいじゃあ行きましょう。せーのみたいなあのをやるとこれ自殺補助になります。で自殺補助の場合は懲役六ヶ月から七年です。まあその刑の長さは実は一緒なんですよね。であの円之助 市川之助ですよね、あの歌舞伎俳優のあの人はその両親に対する自殺ほ助ということで、えー、懲役2年ちょっとぐらいの判決が実は下されているはずですであの人は自殺ほ助になりましたでいいいいのっててううふうに言われていますで。要は自殺ほ助と嘱託殺人の違いって何かというと最後に手を下したかどうか。 まあ例えば「練炭自殺しましょう」と言いますよねで、えーとまあ、僕とあなた聞いていただいているあなたがですね、まあ、一緒にどっかの車に入ってですねほな練炭つけますよ言ってつけますで、えー、じゃあ,あの2人でお酒飲み飲んで、まあ、ちょっと気分を和らげましょう言って2人酒飲みますほいで、えー、ちょっと睡眠薬も飲んどった方がいいんで睡眠薬飲みましょう言って飲みますで、えー、ほな最後僕ドア閉めますね 言って僕ドア閉めますで、まあ、2人で寝ますすでで人寝僕だけ生き残ります。これどうなるかっていうとこれ実は、えーっとね、承諾殺人にあたるというふうに言われています。でその行為は何かっていうと最後ドア閉めたというのが、まあ、直接生命を奪う可能性のある行為をしたということで、まあ、これが嘱託殺人になるというふうに言われているんですが市川猿之助は両親にですね まあ精神薬みたいのを飲ませてるんですよねでこれどうぞ飲んでくださいお父さんお母さん言うて、まあ、あの僕のスキャンダル出るからもう僕ら破滅ですと一緒に死んでくださいって言って、えー、自分も飲むしお父さんお母さんも飲んでねという風になって、まあ、薬をそれぞれが飲みます。でこれだけだったら実際自殺ほ助なんですけど、えー、市川猿之助はですねおそらくビニール袋をかぶせたという風に言われています。で この点がですねこれって承諾殺人なんじゃないのっていうことをまあ実は指摘されています。こ、まあ、この辺の辺違いいがあるということうですよね。でこの ALS 裁判 ALS の患者さんの承諾殺人嘱託殺人に関して、まあ、行為として実際にやったということはこれ山本被告も認めてて。 えっと、この大久保彦も認めてます、えー、この患者のですね色の、えー、お腹の穴ですよね、えー、をポコンと開けてですね、まあ、そこにチューブでその薬を入れてですね、まあ、それで殺害したというか死に至らしめたとでこの行為は認めてるんですけれど、まあ、実はそのここに至るまでにはこの女性とのやり取りがかなりあるんですね。 でこれがですね「週刊文春」なんかで書かれてるんですが、まあ、実はそのこの女性は、まあ、スイスで、まあ、安楽死をするために、まあ、実際にこの殺害される2年ぐらい前からブログをずっとやっていましたでそれはあくまで、まあ、スイスで先言ったようなその安楽死を、まあ、自分は遂げたいという,、まあいうまあ、そういうブログでしたでそこにはですねそのこの病気が大変つらいと。 でえー、そのもう操り人形のように、まあ、ヘルパーさんに動かされるだけの、まあ、人生ってもう嫌だと、まあ、いうようなことをずっと書いてます。でその中でですねこの大久保義和と知り合うんですけどでそこでまあなんとか私の苦しみを、まあ、取り除いてくださいと。 まあいうようよでこれに対してですね、まあ、大久保が、えー、まあおそらく「分かりました、まあ、やりましょうと」と、まあ、いうようなことを、えー、受けて、まあ、実際それを行ったというふうに言われてるんですがポイントは1個ありましてですね、まあ、実はそのこの女性は ALS というまあ筋萎縮性側索硬化症というだんだん筋肉が動かなくなる病気になって。 いてですね、実はすでにスイスイでででも安楽死ができなないい状況になっっててしまっていたんですそれは何かというとこれ NHK のドキュメンタリーでもそこの瞬間が映っていたんですが、まあ、これスイスにですね百、まあ、何万払っていってですねでいろんな条件をクリアしてですね、えー、まあこの人はまあ自分で自分の人生を終えてもいいとまあいうことになったとしてもですね最後にですね、まあ、天敵みたいなものに。 えーまあ、薬を入れていくわけなんですけれどもそのスイッチは自分で押してねとまあ、いうことなんです。で菌縮性側索硬化症でもう食べ物も食べれないくなってしまった女性はもうそのボタンを押すことができないんですよね。なののでこれがその ヘルパーさんと一緒に行かなあかんようになるんです。まあ、介添え人と言いますか。で、その人がそのスイッチを押さなあかんようになるんですよね。で、それが、まあ、その、自殺幇助とかですね。嘱託殺人に当たってしまうという懸念が、まあ、払拭できないということを、実はこの女性は大変悩んでいました。で、これによって、まあ、大久保に頼ったんじゃないかということは言われています。 まあ要はそのスイスで安楽するということをまあ一つのまあ自分の目標としていた女性がまあその道も絶たれてしまったということですね。でまあもう一点これはまあ女性自身がですね大久保とのやり取りでまあ言ってるんですが、えー、主治医と話し合って医療から飲食拒否をしたいという旨を伝えたけれども、えー、これはえ自殺ほ助に当たるからできないと。 まいうことを言われたということをま言っているんですね。でこれはまあ実はですねその日本で認められている安楽死というのは消極的安楽死までなんですよね。まあ、例えばその延命治療を行わないとまあ、いうことはま日本ではま認められている。でもその患者が死にたいと言ってもま殺すのはダメと。 まあいうことですよね。まあ、なんですが一、まあ、回ですねこの胃ろうというものを作ってしまったりとか人工呼吸器をつけるという選択をすると、まあ、それをこう止めるということに対してですね、まあ、かなりこの消極的なお医者さんもいるのは確か。でこの,、まあその今回亡くなった女性の,、まあ、その担当のお医者さんは、まあ、女性としては、まあ、この胃ろうからの,その飲食をもうやめてほしいと。 まあい,うう、まあい,まあ、いうことを言ったんですが、ま消極的、消極的安楽死をしたいとまいうことを言ったんですが、まできないとまあ、いうことを言われたまあ、そういう現状はまあ,あったんだな。とまいうようなことは言われています。で、まあ、こういうこの,この被害者女性被害者の als の患者女性のお話をしたんで、まあ、一方でこういう意見もあるというのも、最後にちょっと紹介したいと思います。 これも先ほどもちょっとあの触れましたが、えー、a l いい、まあ、そのいくつかの団体があるんですがその団体の一つがですね、まあ、この裁判に先立って記者会見を開いています。でそれはですねあの、まあ、この事件の裁判をめぐって安易に安楽死の問題と結びつけないでほしいということを言っています。 でまあその理由は何かというと、えやっぱこの ALS の患者さんがですね、その生きにくくなると、まあいうことを防いでほしいと。で実際この ALS の患者さんは例えば呼吸器をつけるという選択をしないとか移動をするという選択をしない人もいるそうなんですで。その理由は様々なんですけど、家族に迷惑がかかるとか、まああの医療費がたくさんかかるとか、まあそういったところからまあそういう判断をされる。 人もいるし、まああの自分の苦しみからまあ逃れたいと思う人もいる。で、まあその生き続けたいという患者さんの意思を、まあこう社会的な圧力によって、まあ死を選ぶというような状況にはしてほしくないと、まあいうようなことは、えー、ALS の団体が言っております、えー。そこはちょっとお伝えしておこうと思っています。 でまたですね、この大久保義和は、えー、と東京の相模原で起こった、まあ、事件上、まあ、松聡19人を殺害した、まあ、あの高度の、まあ、障害を持つ方19人を殺害した、まあ、大量殺人事件なんですが、まあ、この人と発想が一緒だと、まあ、結局その、まあ、寝たきりの人には生産性がない、まあ、高齢者 でその回復の見込みがない人には生産性がないと、まあ、そういう人たちはもう死んだ方がいいんだと、まあ、いうような考え方は、まあ、ある意味では危険じゃないかと、まあ、いう,う意見もあります。はい、すいませんなんかね今日はちょっとその僕の気持ちばっかりでしゃべっておりますんで、えー、皆さんにはちょっとえ ね、これどういう事件、なんとかなんかこう？あのちょっと分かりにくかった点もあると思うんですが、すいません。ちょっと個人的にものすごい。ちょっとあの興味を持ってこの事件をちょっと見るようになってきました。また、ちょっとお話しするかもしれません、えー、以上でございます、えー、今日はですね。2019年に京都で起こった als 患者女性食卓殺人事件についてお話し,しました。ありがとうございました。